え、どっち？<laughs> どっち？ こ本日はヒロアカ、えこちら見ていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。えー、前回ね、まあお茶子ちゃんと爆豪くんの戦い、えー、これが爆豪くんの勝利という形で終わりまして、そこから間髪入れずにね、えー、今回、デクくん対トトロキくんという高カードがね、今まさにね、幕を開けようとしています。この戦いに関してはね、えー、前回のエンディングとか流れてる時に、まあ、どっちが勝つのかわかんないやって話したんだけどやっぱ個人的な気持ちとしてはね、やっぱデクくんが勝つのか 勝って欲しいなとは思うんだけど正直その気持ち自体も相当轟くんと、まあ、この五分の戦いじゃないけどさどっちが勝ってもというかどっちが負けても嫌だなっていう気持ちがもう今ここでもないまぜの状態だからこの試合をねどういう気持ちで見ればいいんだろうってすごい複雑な感じなんだけど多分すでにねこの漫画とかアニメ見ている人からすればねその気持ちは分かってくれると思うんだ,だ今回僕の動画かなり複雑な感じのね、まあ、リアクションが多くなってくると思う んだけどぜひぜひそれ見てねちょっと共感してもらったりもらったりしてもらえたら嬉しいですえーというわけでね早速気になる本編の方ね行ってみましょうーえー皆さんも録画したものもしくはビデオンダード使って一緒に楽しみください簡単なご案内さました本編スタートですよろしく頼むぞ三、二、一。さあ いや、てかさ、これ、聞いときたくなかったよね。ディク君の立場なら。って思っちゃうんだよな、僕は。僕だったら聞いてたらさ、やっぱ、やりづらいよ。これ。うん、いやー、ほんとこの二人の気持ちのぶつかり合いだよね。うん、お母さんなー。うん なんで、なんかお母さんの話も出てきそうなんだよね。今回、前回の予告見てると。ーいや、けどなんか使っちゃう展開きそうな気もすんだけどね。使われちゃったらね、デクく,くんいけんのかいっていう。うん、オールマイトなー。 <laughs> もう <laughs>、どうすんだよ、これ。どっち応援すんの俺、もうわかんない、本当にに。とりあえず、ま、デク君が、ま、この今、ドロキくんとどう戦うべきかっていうのを考えると、もうやっぱスマッシュ使うしかないよね。で、調整が効かなかったら、やれるスマッシュも限られるだろうし、その限界が来る前に何とか倒さないとだよな。 だある意味なんか、お茶子ちゃんと爆豪君の戦いと似てるよね。まあ、短期決戦じゃないけど、早々に勝負仕掛けていかなきゃいけないんじゃないまあ、デク君がどういう対策を立ててるかわかんないけど、この子頭いいから。で、とどろき君としては、まあ、あの氷の力みたいなのがほんと無限に使えるなら、デク君近づけないように、まあ、あの破壊力だからさ、あれやりまくってりゃいいんじゃね な、この氷をデク君はどうすんだろう壊して、進んで全力パンチとかかなデコピンみたいなのやって、ボーンみたいな。もうそういうことくらいしか僕はもう単純なことしかもう出てこないよ。で、いかにトトレキ君はそれ近づ近づけさせないかだよね。ただここで本当に、この半面の方まで使われちゃったら、 いや、さすがにデクくんも勝てないんじゃないって気持ちもあるんだよな。なんかって使ってきそうじゃん。次回予告でデクくんすごいなんかかっこいいこと言ってるっぽかったし。うん。なんかこのトトロキくんのあれなんじゃないかな。心の氷みたいに溶かすんじゃないかうん。いいのよ、お前は。 どういう意味かな親父に縛られなくてもいいんだよみたいなことかな今のは。んー、ついに始まるー。んー、もうここが本当実質決勝戦だよね。デク君が主人公ってことを考えれば。まぁ、あ、爆号君が上がってきて、とロキく君とやるならそれもあれだけど。 うん、危ない。警戒してるね。ってことはやっぱ近づけないよね、これ。うん、お互いになんか。あやっぱ速攻だ。共に。えあその場で撃ったのは何この氷を砕くため。いや、すごくない威力。ね、本当にさ、全力で使えるようになったらもう、テク君ってどんな化け物になるの やっぱそう来る。うん。うん。だから調整の威力じゃあれなんだろうな。対応できないから、自分の体壊してまでやってんだろうね。うん。ってことは、あと何 ?4 本打てんのか両手いや、けどなんか全力パンチ分くらい欲しいけどね。片手は。取っときたいとかない ちょっとちょちょ、もう2発撃っちゃったけど。早くない使うの。負ける。そうさせられちゃってるんだろうね。うん。あー、ディック君情報ないんだ。今何この戦いの経験で考えていくのいや、これ大変。 うん。いや、腕は取っとこうよ。なんか、うん。<laughs> やばってか、あ、かっこいい。かっこいいというか、ちょっと怖いまである。もう迫力が。いやーけど、もう容赦ねー、とどろきくん。いや、とどろきくんもこれ限界はないのか いつも一瞬で終わっちゃうっていうとこを考えるとさ。うん。あー、またみんな優しいねー。あー、爆語くんとやるのはそうか。あ、こっちか。とコやみくんじゃないか。あれとコやみはあ、とコやみくんはあれだ。ミナとかおー。うーん。ポンポンじゃない。え うん。ああ、それと同じ状況負荷みたいなのがあると。うん。めっちゃ考えてんだね、あなた、やっぱ。うん。やっぱあるのってことは、轟くんもまあ、み、もう、デくはね、もう限界あるの分かってたけど。 届きくんもあんのかうーん、だからそれ待つしかねえわな、そうなると。え今、ー、日その前に、え親指はあ、弾かなきゃいけないから使えないのか。使っちゃうの、左手。まあ、使うしかないけど。あ、なんか取っとくかと思ったけどね。あー、やべえ。あー、足捕まっちゃったわ。うーん。 えどうすんのああえ痛めてるにもかかわらず握ったってこと <laughs> やばもう <laughs> これででっくんあれじゃん両手使えないじゃんどうするうん あはは、<laughs> やばい <laughs>。やばい <laughs>。いや、めっちゃ格上感がある、とどろきくん。うわ、プロ以上。ナンバーツーの息子、ゆうな。うん。あっ 震え寒いのかうん。畜生畜生ってどういうこと何何うん。けどなんか体が何なんだろうね。冷えてきてんのかなあの震えは。 だもしかしたら反年の方を使わないと、体のやっぱ体内調整みたいなのがあれなのかもね。爆豪くんのあの考えを聞く限り。だ相当もう無理してんじゃないこれ。ゲクくんの畜生がわかんないな。ああ、どこ見てるっていうのはあれ俺と戦ってんのに見てんのは親父だよってことなのかなでも親父のことなんか考えずに、 デク君としては全力でぶつかってほしいからの畜生。半年も使ってこいよ、みたいな。え <laughs> ってか、また使ったのあの指。<laughs> やば。おうん。震えてる。うん。だから多分半年使えば、あ <laughs> やっ やっぱり、<笑><笑>ああ、冷え切ってるんだね。ああ、父親のことばっかやっぱ見られてないで、本当本気でや,だやってくれる轟くんに勝ちたいんだ、デクくんは。え、すごくね今だってこんなに追い詰められてる状況なのに。えー デク<で> <laughs> やっぱ使ってこいってことだわいやもうみんななんかそれぞれのねなんか高潔さがあるよねおじろくんとか飯田くんとかおちゃこちゃんとかさ常みくんとかもうこのデクく,くんにしてもうんいや指 <laughs> えそれもう大丈夫 回復してもらって治おるのおうん。うん、お父さん。あなたじゃない。う息子にあれか、投影しすぎてんじゃねえよ、みたいなことかな。ととろきくんはととろきくんだぞ、みたいな。ととろきくんが頑張ったところで、その実力は全部ととろきくんのものなんだ、みたいなことを言ってんのかもね。あ、 何うん、鈍い。うん。うん。ああ、だいぶ分かってきたね。トとりくんの力の限界とかも。え、できないのかな近距離こそチャンスなんじゃないパンチとかできないあの、もう真紫になるの覚悟で。え何何どういうことああ、右手で。 あん、調整かけてんのかなそういうこと多分全力だったら弾きを飛んでもおかしくないもんね。うまくできたんじゃないいやー、どうかな <laughs> そしてもうもらってるし、こっちも弱ってるし。いやー、デックくん、まあ、お茶子ちゃんもそうだけど、ほんとすごいね。二人とも倒れずに。 うん。やる気だよ、まだ。ええー。え、あの紫さらに打とうとしてないああ、なるほど。それがあるからね。うーん。いや、なんか指弾け飛びそうじゃん、もう。<laughs> おーってことは、もう上がってってももう、うーん、これあれかドクターストップじゃないけど、先生止めて終わりになっちゃうのかもうでき始めてる。おーあー、ってことは、これは GO? このまんま。うん ああ、デク君もね。だからやっぱ背負ってるものがあるからね、彼も。あいや、オールマイトここで。いや、この今の必死な姿見てどう思ってんだろうね。胸打たれてるだろうな。うん、いやー、その動機なんかね、もうお互い様だから、な比べなくていいんだよ、もう、それぞれの。ああ親指 <laughs> そういう使い方あんの凄 <laughs> す,すぎる。口で弾いたのか。ああ。やばいわ、デクくん。うーん。いや、頑張れ。勝て、勝て。えなんだお母さんここで。うん。うん。 みんな全力。ま、あそれなのにだよね、きっと。うん。うん。ああ、もうすべて使って否定しろってことか、親父。自分じゃんってことを言いたいんだろうね。なんか。 もう、本当にこの親父好きになれんわ。<laughs> ねもう最悪じゃん。お母さん叩いて。選んできてさ。子供無理やり作ったのかしんないけど。うんもう、決別してしまえ。 親父に縛られるな、もう。うん、その自分の泣いたヒーロー像のために邁進というか突き進め。仕方ですよ。そういう答えがあってもいいと思う。うん。うん、中途半端な奴になんか負けねえと、今の。 あ遊んでる子たちあの輪に入りたいんだろうねめちゃくちゃ差別すんなほんとに <laughs> エンディバーうん、うん、あーあーああここだ <laughs> やるの やるのかうーんあやりはしないうーんああ大事な時って顔の心配じゃなく何今の何能力を成長させるためのそのことを言ってるのか めっちゃイラつく <laughs>。これ、このエピソード <laughs>。いや、整木くんほんとかわいそう。ああ、ああ、デク。うん。こっちの力もね、親父のって考えんじゃねえよってことだよね。ああ、で、オールマイト。 ああ、この言葉になり、救われてたの今の表情。私、ああ、えへへへへ。<laughs> オールマイト。ああ、だから、とどろきくんも、オールマイトみたいになりたいんじゃない <laughs> うーん。お母さん、うそっか。<laughs> 解放したねもう親父のためじゃねえからな、これ。わかってるよ、親父。うん。仮にこれで轟くんが1位になってもお前がへへんってする話じゃねえから。うん。いや、けどこれでどうすんの使わせたのはあれだけど。うん。いや、ディクくんはあれだね、この戦いで轟くんを。 ヒーローとして救ったんだね。だから仮にここでもし今これから試合に負けても、ヒーローとしての行いは間違いじゃないよ。いや、かっけえ、とどろき。ええー、これ見て笑うのいや、こっちも笑ってる。かっこいい。えいや、お前いいよ。ん 何いやいや、いいいいいい。いやいや、はたさん。はたさんは、そこは全力でちょっとしてほし,て欲しいんだけど。とトろきくん。うん、親バカなの。いや、すっきりする、その。<laughs> いや、それ、行かれてるよ。ほんとに、デクくん。レジ2、3本取れてるって。やば。もう実質だって50%パーで戦ってたようなもんだもんね。いや、かっけどうすんのえああ。ダメ。えってことは何引き分けでまた腕相撲とかになっちゃうのかあ、やる うん、うわあ <laughs> かっちょいえ何が起こんの <laughs> ええー、ちょ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 ,ちょわー <laughs> すげーなあわ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 あああ え勝負の行方はいや、トドロキ君やばいね。いや、デク君もなんだけど。いや、これで試合終わっちゃうでしょ、多分。だから、トドロキ君のあれ見れないまんまだよ。あれ、両方使ったままだと戦いっぱなしになったらすごいぞ。ははは。 え、<laughs> いやなんでぶっ倒れてんのよ。相沢先生は座ってんのに。うん、熱膨張。うん。いや、すげえ。いや、てか、勝敗はうん。ん赤い靴いや、赤い靴はデクくんかなえどっちえ <laughs> どっち場外。 んああ弾き飛ばされてないかこれ。外だよね。うーん。あ、轟君は中にいんのああ、まあ、勝つわな。これは。いやー、まあ、そうなるとは思ったよ。 いやー、けど勝負は、まあ、確かに、まあ、負けたかもしれないけど、もう一人のね、男の子をさ、まあ、ある意味心を救ったというか、まあ、そういうことを考えたら、もうこの試合は別としてやっぱ、本質的な、このヒーローの本質的な部分では、ディック君はよくやったと思うんだけどね。 いやそういう多分持ってき方なんだろうね、このストーリー。<laughs> けど、ディック君負けるんだね。<laughs> いや、まあ、負けるか。あれだもんな。あの力すげえもん。めっちゃかっこよかったね、あの作画。あの映像よ。いや、だからあの、あ、もう、あと親父どうすんだろうね、この後。とトろきくん。 なんかちょっかい出してくるんだろうこの試合終わった後どうせ、次の話とかで。なんかどういうあしらい方というか話をするかだよね。なあいつがな、歯ギリギリするような、そういうスッキリ先定会になってほしいわ。いや、てかディック君ってすごいわ。本当になんか周りにいる人変えていくというかさ、奮い立たせるというか。 あそこで自分にさ自分じゃない自分だったら炎の力出させようとしないもんおうん飯田くんああ次の試合はあああるあるようーんやってる常世美くんたちもあ爆豪くんはないのかなああオールマイトとああやってるやってるみんなえ どうしたの飯田くんち何があったの なんかすごい今体育祭で盛り上がってる中ねなんか飯田くんちがすごい気になるんだけどで試合の方ね今回のこの轟くん対デクくんこれは今まで見てきたエピソードで一番良かったかもねだから仮にここでデクくんね勝ち上がってたとしてもやっぱあの指とか腕の状態が良くならないってことを考えるとさこのトーナメントで優勝っていうのは難しかったと思うしむしろこのデクくんに勝った轟くんがこの体育祭でまあ優勝とかをしてくれることによって で一番苦しめたのはデク君っていうことになればさある意味デク君の評価っていうのもさ悪くないだろうしな僕はその結果になってほしいと思うんだけどねただこの後のカードでまだ爆豪君とか上がってくんじゃねっていうとこがあってただねあの床弓君の方も気になるんだよね意外と床弓君勝っちゃうとかさ デクくんがここで負けるっていうことをしてきた作者さんだから、本当にこのトーナメントね、この先どうなっていくのか楽しみです。はい、というわけでね、今回2話連続で見させていただいたんですけど、いや、本当面白かった。死柄木とかのね、ヴィラン連合の戦いも良かったけどね、このトとロキくんはほんとナンバーワンだよ。今までのエピソード。またこれをね、塗り替えるのがね、何個もこの先あるんだろうなと思うと、本当にそれワクワクするし、早くそこ見ていきたいなって思いになります。これからもねなるべく早 早くヒロアカもねどんどん見ていけるようにしたいと思うんで、ぜひ一緒にご覧ください。えー、というわけで以上動画ぶたつがお送りしました。バイバイ。